はようございます。釣り子 TV です。ダイワのリールを一つ買ってきてみました。2020年の末にね、すごいリールが発売されたっていうことで、はい、こんな感じでね、ジリオン、ね、SVTW の、1000P の L っていうことで、こういう感じのね、リール気になってね、一つ購入ですよ。いやー、パッケージね、こんな感じですけども、まあ最近ね、レジ袋いりますかなんてね、レジで聞かれるので、いらないですって、この買って、ムンズッとね、握りしめてですね、家まで持って帰ってきたんですけども、いやー楽しみだなっていうことで、まあ釣り具屋さんではね、中身もちろん確認してるんですけども、ちょっとね、最近 SNS で一気にこの情報が出てきて、何か買いたいなーと思ってね、ダイワのリールってね、最近買っていなかったので、最近の最新のね、ダイワのリールどんなもんかなっていうことで、まずパッケージはね、こんな感じで、いろいろこっちにもね、新しい機構とか重さとかね、ギア比とか書いてあるんですけども、まあ P っていうことでね、まあパワータイプになるんですかね、ギア比 5.5:1 っていうモデルで、で、重さがですね、ジリオンシリーズもっとね、重い、丈夫なって印象があったんですけど、今回 175g ね、一番最初の頃にね、出たね、ジリオンはお気に入りで買って使っていたんですけども、その頃に比べるとね、だいぶ軽くなったなっていうところと、あとドラグ性能がマックス5キロって書いてありますね。で、これはハンドル1回転で59センチ巻けるよっていうところとか、あとベアリングが8個だよみたいなのがね、サイドに書いてあって、で、14ポンドのね、ラインが、90メートル巻けるのかな。で、16ポンドが、80メートルだよ、なんていうのが書いてあるんですけども。まあ、贅沢言うとね、糸巻き量がもうちょっとあった方が好みではあるんですが、それはそれでね、1月に、タトゥーラ300とかね、そういったまた別のリールが登場するみたいなんで、そこら辺も含めてね、考えていこうかなって思うんですけども。あとね、ハイパードライブデザインとかね。ちょっと気になる新機構がいろいろ書いてありますが、まあ、パッケージはこんな感じ。じゃあね、早速開けていきたいと思います。よいしょ。はい。まずパッケージを開けて、いろいろなんか入ってますね。これ説明書とかなのかな。こういう、これは、SLP ってね、メンテナンス関係のですかね、アフターケアとかの裏を見ると、リールオーバーホールで手数料割引クーポンだとか、自動膨張救命具の検査とかもしてくれるよ、そういうなんかお得なクーポンがついてるのかな。で、はい、説明書ね、説明書が入っていて、アンケート登録 ID 番号か、こういう使い方ダメよとかなんかいろいろ書いてありますけども、はい、じゃあいよいよリールの方出していきたいと思います。こういう感じで入ってるんですね。はい、出てきました。ジリオン SVTW 1000の PL っていうことで、いやー、これはかっこいいなー。で、本当はね、1月に出るタトゥーラ買いたいなとかね、思ってたんですけども、釣り具屋さんにね、ちょうどもう入荷したばっかりだったんですかね、こう、どんどん店員さんが、陳列を進めていて、でね、もうちょっと実際に見ちゃうと、まずね、もうかっこいいと思ってやられたのが一つと、あとはね、ちょっと触ってみていいですかってね、持った時の軽さ。ね。まあ、軽ければいいってわけじゃないですけども、結構重いリールもね、どっしり手元に重心が来るんで好きなんですけども、ジリオンって今こういう感じになってるんだっていうね。こう。いやー、これはね、ちょっとね、2020最後に来てね、すんごいのがね、
出てきたなと思って、結構リールでいうとあの島のねメタニウムとか今年買いましたし、メインで使ってるのはジーニアスプロジェクトの、そうですね、最近ゴライアスよく使ってますけども、グラビアスとかね、そういうのがトラブルなく使いやすいななんていう感じで使ってたんですけども、でアブでいうとあのビーストロケットとかね買ったりしてっていうところで、でダイワはね、全然最近買ってなくて、でコメント欄なんかでもたまに、ダイワは使わないんですかとかねいただいてたんで、いやいやいや、あのたまにねダイワのリールも買ってね、あのどんな感じで他と違いが出てくるのかとかねやってるんですけども、ベイトリールに関してはね本当ね最近買ってなかったなっていう印象があって、それでもってねジリをねちょっと出たら買ってみようと。これどうですか、こういうところとかこれどうか、あ、回った、あ、そっか、でもねキャストコントロールがちょっともうあんまり回しづらいわけではないんですけど、そんなに触らなくてねいいから、そんなに不意にずれないようになってるのかな、ここな、ここにキャストコントロールちゃんとあって、でもねちょっと微調整ぐらいにとどめるっていう感じなのかな、そういうデザインですね。でハンドル周りはまあこんな感じっていうかね、ドラグスタードラグがついていて、でクリップもあって、あ、でここにブレーキ調整のダイヤルがねあるんだなっていうところで、はい、まあね見た目ではね、こんなリールなんですけども、最新のね、ダイワの機構が満載っていうことで、あとねまずはそうだ値段ね、値段はですねレシート手元にあるんですけども、正式名称は21ジリオン、SVTW の、1000PL っていうことで、価格がですね、割引も聞いてたんだと思いますけども、ですね、32,956 円で、今回はねキャスティングで買ったので、そうするとまああの釣り具屋さんによくあるようなこうポイントがね、ついてくるということで、でポイントね、10倍だよっていうことだったんで、ですね本日のポイント、2,996 ポイントでついてくるっていうことで、まあそのポイントもねまたキャスティングで使えるって考えると、まあ実質2万円台、後半で買うことができる、リールなのかなっていうところで、でまあ例えばこれにね今年末まではペイペイでお得なね、例えば行徳とかで買ったりすれば 10% ね、ペイペイの場合はキャッシュバックとかあったりっていうのもあるんで、いろいろなものを併用してやっていけば、2万円台、中盤から後半で、買えるんではないかなっていうね、そういう感じの価格設定ですね。はい、で、ジリオンに関してはですね、タフで、バーサタイルな、ベイトリールっていうのが、出た当初からの印象であるんですけども、去年にねあのジリオン10がね出たばかりだから、結構早いスパンで新しいコンセプトとかね出来次第どんどん投入されてくるんだななんていうのが、印象がありますね。で、いろいろな新機構がね、ついてきてると思うんですけども、まずはですねハイパードライブサポートっていうのがねあったりとか、あと、ジリオンの SVTW の線はですね、ボディがアルミニウム合金ということでね、このボディが非常に合成感があるよっていうね、こういう仕様なんですね。で、いろいろなね、新機構があると思うんですけど、パッと触った感じね、初期の頃のジリオンってその合成感とかがね、すごい良くて、で、まあその代わりちょっとね、自分は手が小さいんで少しゴツめのリールだななんていう、印象だったんですけども、すごいコンパクトでね握りやすいですね、デザインになっているなっていうことで、でダイワのホームページとかでまあ各種新しいね機構が説明あると思うんでちょっと調べていきたいと思います。まずですね、次世代の両軸ベイトリールハイパードライブデザイン採用、タフバーサタイルリールの、新内登場タイトルで、ハイパードライブ、デジギア搭載で強く、滑らかな回転を実現し、ハイパー、
アルミドハウジングで、コンパクトながら強靭なボディ剛性を実現、タフバーサタイルの大本命といえるジリオンシリーズの真打ちともいえる存在ということですね。キャストアキュラシーもスプール 34mm SV ブーストスプールを搭載し、軽量ルアーから重量級ルアーまでの幅広いルアーウェイトに対応することが、無論新たなブースト機構によりより飛距離向上といったキャスト性能の向上まで図られているということですね。ではそのですね、ハイパードライブデジギアとは何なのかということで、強く滑らかな回転が持続し続けることを追求したベイトリールにおける新設計のギアシステム、耐久性に直結するギアの刃のモジュール、大きさは小さくせず、噛み合い率をアップを達成し、初期からの滑らかさが長く続くことを実現させたダイワ独自のテクノロジーということですね。で、そのね、このボディの剛性感に直結するところが、ハイパーアルミドハウジングってことかな、内部構造を高剛性、高精度でしっかりと支え、精密な巻き心地とパワーを生む巨体システムってことですね。要であるフレームに金属素材を用いることが必要条件で、サイドプレートやセットプレートとの組み合わせにより基本性能をさらに長く発揮し続けることが可能にする。本シリーズではフレーム、ギア側のサイドプレート、ダイヤル側セットプレートにアルミニウム合金を採用、堅牢無比な強度を実現したフルメタルハウジング仕様となっているっていう。ああ、ここら辺はもう、なんだろう、対メタニウムって感じですけどね。メタニウムもね、非常に剛性感があって、コンパクトボディでいろいろ投げれてっていう感じなんで、これ値段的にもそうですね、シマノのメタニウムと、ね、真っ向から、ね、戦うっていう、そういう感じの、リールになってくるんですよね。楽しみですね。で、あとね、これ、ハイパータフクラッチっていうのかな。これがね、すごいね、説明で気になって、あ、こういうことなら欲しいなと思ったんですけども、何千回何万回でもね、使い続けるメリハリの、効いたオンオフ性能だけでなく、塩分濃度の高い海水域でも極めてトラブルの少ないクラッチシステムってことですね。過酷なソルトシーンにおける、固着修理件数を当社比で、すでに 99% 削減する、実績をもたらした最先端の、絶縁構造を誇る。ね。自分の場合結構海でも使うことがあるんで、このクラッチ周りですね、ここがやっぱ潮紙とかによってすごい重くなったりっていうことがね、まあ過去のリールとかだと、まあ中にはあったっていうね、まあここら辺がずっと滑らかにこうカチカチね、できると、まあ釣りのテンポを作る上でね、非常に、使いやすいわけなんですが、まあそういうところに直結したところをやっているよっていうことでね、これはね、そうですね、まあ海でも使ってみたいなと思ったんで、そういうところで結構海でもいい性能機能だよっていうことで、ちょっとね気になっていた機能ではあります。で、あとはね、このちょっとね気になっていたね、SV ブーストってところですね。 SV ブーストって何なんだろうっていうことで、爽快なキャストフィールとトラブルレス性を高次元で両立し、飛距離アップを果たした次世代 SV コンセプト。従来の1段階の作動だったインダクトローターのストロークを伸ばし、2段階目のストロークを実現。低回転時には1段階目のストロークのみで適度なブレーキを効かせ、フルキャスト時には2段階をフルに活かした最適なブレーキ後に1段階に戻ることで、弾道後半は弱いブレーキ力をキープ、結果キャスト後半の伸びを得られ飛距離アップに貢献した。このね、 SV ブーストっていうねブレーキシステムがね、どうなのか、まあこれは実際ね、投げてみてね、マグネットブレーキだとジーニアスプロジェクトの無振動ブレーキシステムとかね、使ったりしていたんで、最新の、まあ、ダイワのこうなんだろう、そういったブレーキシステムはどうなんだろうってね、ここはね非常に楽しみなところであります。あとね、エアブレーキシステムとかですね、まあ、T ウィングシステムですね、ここは T になってるよっていうね、まあ、これによって、でここら辺はね結構、前からある機構なのかなっていうところと、あとアルティメット、トーナメントドラグっていうことで、ドラグの効きがムラがないよなんていうふうにね書いてあるので、まあ、そこら辺もね大きな魚ねかけてね楽しみだなっていうところ。あとはね、これジリオンの嬉しいところがですね、本当いろいろな番手があるんですよね。
自分はですね、この左巻きの、パワーモデルになるのかな、ローギアモデルを買ったんですけども、これの右左、あとねギア比 6.3 の右左、ギア比 7.1 の右左で、エクストラハイギアですね、ギア比 8.5 の右左ね、エクストラハイギアがあるんで、それはね一巻き90センチとか巻けるっていう風に書いてあるので、なんだろう、内物の釣りとかね、なんだろう、近距離でラバージグっていく釣りであるとか、そういった時はねこうエクストラハイギアがあったりとか、まあ、海で使ったりする時もねエクストラハイギアであるとね、本当その潮の影響があってもね素早くラインスラック巻き取れたりしてっていう、まあ、一番一般的に使うのは 6.3 対1か、まあ、7.1 対1とかはね、あのブラックバス釣りなんかでは一番、メインのところじゃないかななんていうふうに思うんで、はい、そんな感じでねちょっとどんな機能がついているか、見ていったんですけども、あのこれをね選んだ一番の理由ね、これなんで欲しかったか、じゃじゃーん、いきなりねシマノのリールがついてますけども、タトゥーラ、これエリートって竿ですね、タトゥーラエリート、この竿ね、あのお気に入りで、すごいね魚がかかった後バレない、あとね買いやすい価格設定とかねいろいろあって、お気に入りで使っているんですけども、このね独特な銀色のボディなんで、なんか銀色のリールつけたいなっていうことで、こういう感じの組み合わせでねずっと使っているんですよ、うん、カルカッタコンクエストの DC200 ですね、これがねすごいねトラブルなくね、投げれるからいいなと思ったんですけども、まあダイワにシマノなんで、なんか心のどこかで何か引っかかるものがあったんですね、ここにこの銀色の憎い竿にね銀色のダイワのかっこいいリールつけたいなっていうね、思いがあったんですが、何にしてもねあんまりね結構ダイワ最近なんかいろんなカラーラインナップがあって、でもね銀色ってのがないなと思って、色替えですよね、色で選んだっていうね、で今年は3種類ね銀色ボディのやつがね、登場したんで、まあどれも気になるなとか、例えばアルファスとかも気になるなって思ったんですけども、糸巻き量とか価格設定とかいろいろ考えると、もうこのねジリオ、これで合わせたいなっていうのがあって、まあタトゥーラなんでタトゥーラで合わせたいなって思いもあるんですけど、タトゥーラ300ってなんかちょっと色が違うんですよね、ちょっと銀色じゃなくて濃い感じのガンメタみたいな色だったかなっていう印象なんで、このね銀色の大森さんボトルタトゥーラエリートにはね、70のクラッキーですよ、これつけたいなと、早速つけていきたいと思います。バランスとかどうなのかな、175g って書いてあったんで、あーどうですか、いいじゃないですか、いいじゃないですか、うわ軽っね、あーこれはいいな、そうこんな組み合わせでね使いたいなと思ってローギアモデル選んでみたっていうのもあるんですよね、まあ、パワフルにちょっと大きめのクランクを巻いたりとか、あとねこの竿だとそうですね、アラバマリグからちょっとしたビッグベイトから、あとねノリがいいし、魚がかかった後ねバレづらいんで、トップウォーターで使ったりもね、結構これ1本で本当何でも軽いルアーから重いルアーまで投げれるっていう、そういう、タトゥーラエリートのクランキーってそうなんです。でこれに、ね、ローギアのちょっと巻物に良さそうだなっていうリール何か合わせたいなと思って、それでね今回ねジリオとかね、もしくはそうですねアルファス、まあそこら辺どれか買おうって思ってて、でこれもねローギアなんですよね、カルカッタコンクエストの DC200 だから、これは右巻きでね使って、で右巻きは右巻きでね好きなんですけども、左巻きでこうテンポよくね打ったらもうすぐ巻いて、打ったらすぐ巻いてっていう、そういう釣りやりたいなっていうのがあってね、こっち巻きのこのギア比のものを買ってみたっていうのと、あとね買うときちょっと気になったんですけども、台はね左巻きから入ってましたね、こっち巻きね、右巻きはねまだないんですよなんて言って
て、まあもう近日中に入荷されるとは思うんですけども、そこが例えばこうシマノの場合だと最新リールって右巻きから登場するじゃないですか。だからそれに対抗してなのかな、なんかそういうコンセプトなのか、両方いっぺんに出ればいいじゃんなんていつもね、あの各リール思うんですけども、シマノの場合は右巻きから出て、で、まあ、YouTube でやってる関係で、まあ、最新のリール最新に買ってレビューしたいなと思うとね、どうしてもね、右巻きが最近ね多くなっていたっていうね、これも右巻きだし、今年買ったメタニウムも右巻きだし、まあ、それはそれで使いやすくていいんですけども、あ、そういえば台は左巻きからこれのね、4つのギア出てたんですけども、出てきたなぁ。まあ今日ぐらいにはもしかしたらね、右巻きも置いてあるのかもしれないんですけど、ちょっとよくわからないんですけど、左巻きからね、ジリューがね、登場したよっていうね。この剛性感を使って、あとこの軽いボディを使って、内物の釣りなんかにはね、ぴったりだなって、感じていたので、だから、エクストラハイギアのモデルとか、ハイギアのモデルとかね、ギア比早めのやつでね、やったりするのかなとかね。まあまあ自分はねこのローギアモデル買ってみたんですけども、これでねしばらくね、いろいろな釣り、楽しんでみたいと思います。何が投げたいかね、ねこの、なんだトラブらなそうなブレーキシステムと、遠くに飛ばせる性能とね、あとはこの、ローギアを使ってね、まずはね、冬のアラバマの釣りとかね、あとは冬のちょっと大きめなクランクの釣りね、そこら辺でね使ってみたいなっていうところですね。でその後またハイシーズンに突入したら、このセッティングはね結構大きめの跳ね物とか投げる時とかね、この竿結構ほんと許容範囲が広いっていうか、いろいろ投げれるんで、あとほんとね魚がかかった後ねバレづらいね、それにさらにしっとりと巻き上げて、自分の中ではバレづらいと思ってるローギアの、レイルを組み合わせることによって、ハイシーズン中はねちょっとトップウォーターの釣りでね、軽快に釣りしてみたいなとかね、あとは海でも使えるよっていうことなんで、そうですね、海の釣りで、まあローギアだとねどうだろう、やりやすいかどうかっていうところがあるんですけども、なんだろう、シーバス釣りなんかにも使ってみたりで、最終的にはね結構、このローギアっていうのが海のですね落として上げてくる釣りとかにね、例えばシーバスジギング、そんなのにもねローギアって結構良かったりするんですよね。ハイギアでテンポよく上げて下げて上げて下げてってねやりそうな印象はあるんですけども、結構ねこうローギアのリールでこうね焦っていてもこうしっとり上がってくるような、そういう攻めをするとですね大きなシーバスがかかるっていうね、まあ、そんな技というか使い方もあるので、まあ一通りねブラックバスとかで楽しんだ後はこの軽さで1日持っていても疲れないね、こういう感じを使って、ね海のそういう落として巻いてって釣りとかねにもね使っていきたいなとかね、まあその時もこのね、バスシーバスキャスティングとかでいろいろ使って、このキャストのクラッチのところがね、固着しないっていうシステムとかが生きているのだろうかとかね、だいたいね2年ぐらい使うとね、そこら辺の感じが見えてくると思うんで、そこら辺も楽しみだな、ね、でこの T ウィングのねリールっていうのも自分1個も持ってないんで、ここら辺のねシステムがどういう風に機能するのかな、そんなところもね非常に楽しみであります。あとねボディの重さとかちょっと測っていきたいと思います。 175g だよっていう風に書いてあるんですけども、何 g かちょっとね見ていきますね。はい、175.9 ってね、表示されましたということで、まあ、175.9g っていうことで、ほんとね、軽い、これが、フルメタルのボディでね実現できているっていうのは、なんていうか、今年で言ったらそのメタニウムのね凄みっていうのがそこら辺だったと思うんですよね。まあ大概そのこの真ん中のところは金属で、横が、樹脂ボディで、それで軽さを実現っていうのは今までもあったかなっていうところではあると思うんですけども、いろいろなそのパーツの見直しとかを測って、ここが全てフルメタルでね、フルメタルジャケットされているんだけど、アンダー 200g で剛性感は維持しつつ投げやすいよっていうね、
こういうのがね、最近のその大手メーカーのね主流になってきてるのかなということで、ここら辺の合成感って非常に楽しみですね。でちょっとねスプールのところ出してみましょうかね。このねスプールのここにロックがあって、これ開けるとスプールのここをね止めて、あ開いた。開けるとねポロッとこう取れるというか開くんで、ここ落とさないように注意ですね。こうこう開けていくと、はい、こういうの落とすと大変なんでちょっと開けて、はい、こういうことになってますね。 SV ブーストって書いてあります、ね、いやスプール軽いですね。はあ、こういうことなんですね。もうすげえな。ちょっとねこのスプール単体の重さも測ってみたいと思います。スプール単体ではですね 13.5g って表示されましたね。これ非常になんだろう軽い。でもね大きなルアーも投げていいよみたいな説明があったので、ね、丈夫で強いスプールなんだと思いますけども、そういうスプールが積んでありますね。で糸巻き量もね比較的14ポンドが自分の巻きたい量は巻けるなぁなんていう印象があるので、まあ、それでこのジリオンを選んだっていうのもあるんですけども、アルファスだとねもうちょっと糸巻き量が少なかったんで、まあ、12ポンドラインとか10ポンドライン使うとかだとアルファスでもいいなと思ったんですけども、結構自分がメインで使うのはフロロカーボンの14ポンドとか16ポンドね、お気に入りで使うんで、まあ、そういう風に考えると今回このジリオンの糸巻き量っていうのとねスプールの感じがベストだったんじゃないかなと、早く使うのが楽しみであります。で、こんな感じですね。こっちのサイドプレートね、合成感のあるプレートってことですけども、ここにブレーキシステムが搭載されていて、で、こちらボディの方を開けた後はこんな感じになってますね。はい、ね、こんな感じ、ね、はい、じゃあね組み上げていこうと思いますけども、こうかな、こっちかな、こういう感じかな、入れてサイドプレート、これはカパーンとはめるだけで、まあ、普段開けることはそんなにないと思うので、で、噛み合わせをしっかり見て6、8、はい、こういう感じで開ける感じになりますね。まあ、普段そのメンテナンス以外では開けることはないと思うんですけども、ね、今ここポロって開けたらね、そのパッて全部取れちゃうので、大切なサイドプレートとかスプールとかね、脱落落とさないようにね、こういうね最近の最新のスプールとかパンって落としたりするとね、ちょっと歪んだりする可能性もあるかと思うので、開けるときは、慎重に開けた方がいいのではないかな。はい、というわけでね、いろいろと見てきましたけども、台場からはね続々と、1月にかけてね新製品が登場ということで、自分はねこの、ジリオンの、ローギアモデルの左巻きね、これが気になったんで早速一つ購入してみたということで、この後はね実際の釣りね、もうだいぶね寒い時期になってきたんで、なかなかこういうパワーゲームね、釣れる釣れないっていうのはあると思いますけども、まあ来年の春先にかけてね、どんどん、使ってね、レビューしていければなぁなんていうふうに思います。でここからね、先はそうですね、シマノなんかもですね、いよいよ、創業100周年に向けていろいろな情報がリリースされるんじゃないかななんていうふうに期待されますんで、まあね、シマノのリールなんかもどうなのかなって見ていきつつ、今年はねまずは台はね、年末に買ってみたよっていうことで、2021に向けてのね、最新のこういう、機能を搭載したリールがねいよいよ、続々と登場してきてるということで、まあお金の続く限りね、できるだけね、買ったりいろいろしてねレビューしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日の釣りこう TV はこちら、ダイワのね最新リールですね、一つ買ってきてみましたよ、ジリオンの SVTW1000PL ね、これを買ってきてみて、開封してみてって、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。また会おうぜ。